何映像が、おい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 、あれ大丈夫出てんのこれ、あ、来た来た、おお、びっくりした、何何が起きたんだろう、抜けたのかな、ねね、ザーザーしてましたけど、はいはい、なんだろう、なんですかね、大丈夫ですかね、今大丈夫なんですかね、なんだこれ、映像がなんか悪いね、あ、大丈夫だ、今は多分治る治る、なんでしょうね、あ、皆さんこんばんは。カモインズの優しい一人ごと、今夜も始まりました。始まっちゃったね、今日もね、うん、1月の、はい、20日、20日もう20日ですよ、20日ですよ、1月終わっちゃいますよ、もう、ね、あ、10日で終わるね、何でしょう、もう、何してたって、俺もう年明けからずっと仕事してるよ。本当に大変だね、大変ですよ、うん、まあ、とにかくね、はい、毎週言うよ俺、うん、毎週人事異動のためにね、はい、とにかくね、普段作ってるものを、うん、作ってた人がいなくなっちゃったから、あ、休みでも行って作っとかないと、うんうんうん、もうね、休み明けどうしようもないですよ、そう、手に負えなくなっちゃうよね、そうそうそう、間に合わなくなっちゃうわけだ、そうだからね、うん、もうね、君っちは知ってるけど、はいはい、番組始まる前俺こんなだからね、グダグダしてた。ほんと今日さ、なんすか、レディオアーカース見てたらさ、うん、岡田新善さん出てたね、出てたね、すごいね、なんか話には出てたみたいね、しかもなんかレディオビリーとのコラボでしょあれ、あ、そうなんだ、なんかそんなこと言ってたよ、へえ、なんかあるみたい、いや、だからちょっとあれ見てね、思ったの、いや、岡田新善さん来てもらってもいいんだけど、うん、我こそは有名人だっていう人、うん、ノギャラで出てくださいよこの番組。ね、それなんか、うん、ちゃんと俺ブログに募集書くわ、なるほど、なんかなんかこういうことで私は有名だって言ってもらえれば、うん、誰でもウェルカムですよ、なんかこう、なんかこう突出してる自慢みたいなね、そう、うん、そうで、うん、その人からまた有名な人紹介してもらおうよ、うん、あ、面白いね、ね、面白い、うん、我こそはこういうことで有名なんだと、うん、いやもう交通費も出演料も出ませんよ、出ませんけども、そうけど我こそはこういうことで有名だから、うんうんうん、で出してくださいとね、でそれなんかやったらいいよ、ね、で対談しましょうよ、3人でいいね、3人になるか4人になるか、もっと分からない、大人数になるか分かんないけどさ、ねえ、ね、で思ったの、はい、だからまず DJ K さんでも呼んで、え、とりあえず有名でしょ、だから DJ K さんから今度はここにノーギャラで出そうな人を、まあ DJ K さんもノーギャラで出るか分かんないけどDJ K さんから紹介してもらって、はいはい、で、うん、ゆくゆくは誰まで、ね、どこまで有名な人にたどり着くかっていうのをさ、なるほどね、やってみたくない、いいね、面白い、いいよ、最悪、はい、こっちから出向きますよ、あー、ノーギャラで出るんなら、あ、そうだね、火曜日の夜10時に、うん、ね、この番組、そう、出てくれるなら出てくれる場所まで行きますよね、ちょっと面白くないですか、いいね、ね、俺個人的にはさ、うん、まあレディオベリーつながり、うん、岡田亜希さん好きなんですよ、岡田亜希さん、はい、岡田亜希っていうパーソナリティが木曜日だったかな、うん、バカボン鬼塚さんと一緒にやってるんですけど、ああ、そうなんですか、すごい、ねごめんなさい、僕存じ上げておりませんでした、ああ、そう、まあいるんですよ、うん、はい、ちょっと鼻にかかった声が、声で喋るんですよ、ね、あ、ちょっとそれでちょっと待って、その話ちょっと待って、はい、今日ね、うん、今日のテーマ知ってる、あ、今日のテーマはね、はい、気になる、気になるね、出てきましたね、これ、そうそう、今ね、ちょっと来ましたけど、テーマね、はいはい、気になる、
要はだから気になるものとか、うん、気になることっていうのを、はいはい、ぜひ皆さんメールで お送りください、うん、メールの送り方は、はいはい、今言っちゃいました、ナスアンダーバーウェブアットマークヤフー .co.jp こちらまでですね、はいはい、うん、皆さんが気になること、気になることをお送りいただきたいと思います。うん、はい、メールはもう逐一ここでチェックしてますから、キミチョウの前でここで見れますからね、はいはい、リアルタイムで、ね、はい、ぜひお待ちしておりま ます。そしてチャットも生きておりますので、うん、先週は寂しかったですね、うん、寂しかったね、なんでしょうねチャットに誰も入ってこないというねあれ何だったの、何だろう、最後の最後に来たよね。これあれ、まあそう、最後の最後にね。2015年、はい、なんだろう、みんな、なんか、あれですか、罰ゲームですか、僕らに。あのやっぱさ、ね、あれじゃ年末って盛り上がるじゃん。うん、なんか、そうだね、年の瀬って、うん。でも年始ってさ、スロースタートだよね。ああ、そうね。なんか、なんか日本って、わかんないけど。あ、なんか反省だな、俺も仕事がどうのとか言って、文句から始まってしまってる、この番組。ね、うん、わかんないけど、なんかそんな感じしない？あ、そうね、年が明けるとさ、正月ってなんかさ、うん、ゆっくりしてるじゃんみんな、うん、もう俺ずっと寝てた、うん、俺も寝てた、もう寝てた、風邪ひいたし、でそのままなんか、うん、惰性でさ、うん、2月が入るぐらいまでなんかこう、ね、ちょっとなんかテンション下がるみたいな、ね、2月ぐらいに入って年明けして仕事始まっちゃったみたいなさ、あるじゃん、で3月年度末で逆にバタバタし始まってみんな忙しいから見れませんみたいなメッセージくれるんでしょきっと。で4月入って子供が入学してとか、なんでそんな卑屈な、部署変わったんでとかっていうメールが来て、で、うん、5月ぐらい見れなくなっちゃいました夜勤が入るようになりましたとかね、なんでそん見れないばっか言ってんの今見てる人に失礼でしょ。あ、そうね、でね、5月入ってゴールデンウィークでどこ行ってきましたって、うん、なんか楽しそうなメールがみんな来るわけじゃないですか、うん、来ますねきっと。で、うん、あの6月入って5月病がどうのこうのって、またダラダラってなんでしょ、うん、何1年でダラダラしてるみたいな言い方してるよそれで、なんか6月あたりはこの雨降ってジメジメして嫌ですね、7月入って暑いですね、うん、ね、8月入って夏休みでどこ行くんで見れませんみたいな、うん、似てるじゃん、これずっとね続いていくともうキリがないね、うん、まあそうそう、まあだから皆さん見てくださいってことですね、はい、そうさせないよ1時間ね、で今日は気になること、ね、気になることですからね、どしどしお送りください。あ、ワッキーさんから、お、こんばんなすー、こんばんなすー、ワッキーさんこんばんなすー、アイリスだっけ、アイリス、アイリス、何がワッキーさんが今度1月の25だっけ、1月25日にライブに出るんですよ、うん、ほうほう、アイリスってバンドで出るんですよ、アイリス、お、なんだよ、違ったっけあの告知お願いします、うん、ワッキーさん書いて、告知ね、チャットで書いてくれたら僕ら読みますからはいはい、ね、なんかちょっとミホちゃんがねボーカルなんですよ、ミホちゃんって誰、山本ミホちゃんが、山本ミホちゃん知らないの、誰、山本ミホ、あのね、鶴姫、鶴姫って言っても分かんないよね、江戸村で鶴姫って名前で、へ、うん、あのいて、やってた、やってたっていうか働いてた子、うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあもうそう、まああのポンコちゃんポンコちゃんと一緒にこうモデルとかやってた子、ね、うんうん、じゃあもうキャリアじゃないですか、そうそう、で、あのキャリアじゃないですか、そう言っていいのか分かんないですけど、うん、本格的に音楽をやるっていうんで東京に出てくそうです、おーすげえ、その前最後のライブが、うん、この1月の25らしいんですよね、じゃあもうアイリスも最後じゃないですか、そうだから来てくださいって言われてるから俺行く予定です、うん、はい、ケントかな確か、あ、そうなんだ、うん、割と行きやすいところだね、そうそうそう、うん、なんで伺おうかと思っておりますので、ワッキーさん、ワッキーさんがドラムなんですよ、うん、そしてそのワッキーさんの名前で言ったらチケットが無料それは辛いだろうワッキーさんぜひあの、ね、告知してほしいんですけど ねぜひナスウェーブ、なかなか書き込まれないですけどね、ナスウェーブを見たって言った人にはワッキーさんと握手ができるとかね使い終わったドラムスティック25日に宇都宮健人でアイリスというバンドでドラムで参加しますということ、使い終わったドラムスティックを、うん、お、メガネマロさんも来た、こんばんなすー、こんばんなすー寂しいの、うんうん、みんなね今日、うん、気になることってテーマですからね、気になることですか、気になることね、お送りください、うん、で、なんだっけさっきの、なんだっけ、あの岡田亜希ちゃん、うん、岡田亜希ちゃん、そう、あのなんかずっと、うん、なん25ぐらいから、僕は俺が25、うん、6ぐらいの時からちょっとあの、うん、押してんすよ、お、一回レディオビリーちょっとお休みして、うんうん、
ですけど、最近またこう復活してきて、ほうほう、あのたまんないですね。へえ、岡田亜希ちゃんは連絡取れないの、はい、俺は取れないよ。連絡取れたら出てくれるかな。あ、なんかレディオベリーの知り合いに連絡すればどうにかなるかな。 DJ ケイさん言えば連絡取ってくれるんじゃないの。なんか何でも DJ ケイさん利用しようとしてるけど、分からん。で俺なんかアトムくんとかさ、ああアトムさんね、もう同級生なんで。ああそうなんだ。その辺なんかどうにかできねえかな、うん、ね、そっから声かけてみたいな。アトムさんは出ないですか。アトムさん、あアトムさん来るかな。ねえ来れそうだよね。井上真さんとか、ね、うるさそうだね。ね、持ってかれるよね。持ってかれるかな。長さんとか来ないかな。上原長。っていう、ね、ああなんかこれ左手らしいよね。左手なんだ。これ左手じゃなかったっけ。わかんない。トゥトゥ、なんか左手でやるのがあの正式な。あ、メガネマロさんも25日、うん、私も行く予定です。なるほど。これ、うん、あのケントで何時から、うん、チケットはいくらでしょうか。ね、マッキーさんね。お願いします。ぜひ告知お願いします。マスウェーブは、はい、アイリスを応援します。応援します。はい。あの、うん、動画撮影はなしで。お客さんとしてね。ね、うん。子供いるから難しいのでは。長さんのことかな。な、うん。っていうの。トゥ。だからモーカまで行けばいいんでしょ。ね、そしたらね。モーカで楽しもうかって感じですよ。ね。アイリスはボーイのコピーバンドですが、ボーイを聞いたことがない自分はうまく叩けるか気になって気になって、うん、大丈夫ですよ。大丈夫です、大丈夫です。もうね、ツッタンツッタタンってやればいいんですよ。そうですよ。もう分かんねえけど、ね、あの何やるんでしょうね。マリオネットですか。鏡の中のマリオネット ね、ぜひ聞いてみたいです ね。女性ボーカルが歌うボーイだからね。かっこいいよ、きっと ね、 ね、いいよね。ちょっと懐かしいですね、うん、あのシングロック、うん、僕としては、はい、あのマイナーな曲をやってほしいな。なんですか。うんと、モラルって曲があるんですけど。わかんねえ。なんだっけかな、あのなんか友達が死んだって聞いてニヤって笑っちまったみたいな歌があるんですよ。ボーイの曲で。嫌な歌だね。そう、すごいですよ。うん、アイリスはボーイ、あ、これその下にあるのか。ちっちゃい声ですよ。岡田さん、岡田新善さんのことかな。岡田亜希さんじゃない？あ、岡田亜希さん。あ、岡田子供生まれたんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、子供いんの。ああ、じゃあ十字難しいか。ね。っていうか栃木じゃないかんね、あの人ね。あ、そうなの？そうそうそう。新幹線で来てるらしいよ。あ、演奏曲は当日の楽しみって。なるほど。うん。うん。マイナーな曲お願いします。絶対大体メジャーな曲やって。人の不幸は大好きさって言ったら、人の不幸は大好きさ。氷室京介が歌うの？うん、それ。そう。え、あいつが自殺したって時も俺はニヤッと笑っちまったみたいな歌があるんですよ。世代が違うから知らないだろうな。ちょっとわかんない、あの有名どころしかわかんない。そう、そういう歌があるんですよ、ボーイって。そうなんだ。うん、あのさすがにそんな曲はラストギグスに入ってなかったですけどね。入んないだろう ね。そりゃ入んないでしょう。まあまあちょっと楽しみですね。アイリスさん、気になりますね。今度の日曜日じゃん。そうだよ、今度の日曜日の時間が分かんないんだよね。何時？何時だろう。まあそのイベントが何時ぐらいからとかでもね。なんかね、夕方ぐらいだったような気がするんだよな。行けるかな。うん、俺はあアイリスは8時40分からの、あ、夜ですね。行けるかな。俺行きますよ。頑張る。頑張ります。俺も。で来週いよいよ俺は新年会がちょっと入ってくるんですけどね。うんうん、あ、じゃあまあ気になるって話をちょっとね、うん、あのしようかなと思うんですけど。まずあの佐々木さん見た？フェイスブックなんだっけ。あ、なんかどっか行った話。ティンティリリンティ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 ン、この木なんの木、気になる気になる木ね、言ってたじゃん。言ってた、言ってた。あの人なんでハワイ行ってんの。なんであれ、仕事ね、旅行、うん、何旅行なんだろうね。何旅行だったんだろう。まあ旅行にしても仕事にしても、うん、あ、まあ、ワッキーさん、ワッキーさん3時オープンの3時半スタートだった、ね、結構じゃ長いんだね。長いね、長丁場ですね。いろんなバンドが出るのかもしれない。出るってことです ね、 ね、あれが気になっちゃってる。見たこともない木ですから。お土産にさ、うん、あの吉尾さんの車になんか吉尾って書いてあるナンバープレート載ってたね。あったね。あれならまあ、うん、もらわなくてよかったから。わざわざそれじゃなくてもいいじゃん。ね、いやでも見つけちゃったんだろうね。ね、俺も多分あれ見つけたら買うわ。
俺どうにか金曜日の夜行って渡すよ、そしたら俺も買うかもしれない、ね、それはね。そうで、あと俺が気になることは、うん、最近ね、はい、学校の怪談ってドラマを見てるんですけど、はいはい、やってるね、毎週土曜日、うんうん、それの主人公の広瀬すずちゃん、はいはい、かわいいの、なんか、あ、まあかわいい、確かにね、うん、あのね、最初見た目で別にかわいいとか思ってなかったんだけど、うん、あの子ね、喋り方が超かわいいの。あ、そっち？そう、したったらずな感じ。わかる、まあわかるわかる。それがね、うん、たまらなくいいですね、はい、おじさんの心をくすぐりますね。やだね、それ。あ、セータさん、あ、セータさん、2週間、こんばんなす、こんばんなす、セータさん、こんばんなす。2週間のご無沙汰でしたね、うん、はい、あ、ワッキーさん、撮影は大丈夫だと思いますよ。撮影禁止とは言われてませんので、まあ、はい、仕事では行きたくないところですね。あのね、撮影しないでゆっくりと曲とか曲を聞きたい、そう、まんまいって聞いたりとかしたい。そこまで多分ね、やらない、うん、交番。そんな感じ。俺一回それやられてみたい。俺アコースティックしかやってないから ねでしょ、やられてみたい。でさ、俺もさ、バンドで歌ってみた。うん、生バンドで。生バンド、うん、カモンバンド、カモンバンドやる。あ、バンドやるっていうかね、うん、一度と話が出たんだよ、チョモさんとかと。みんな楽器できんの？うんとね、みんなギターっていう。っつったんだけど、そう、そんな話もね。あ、チケット前売り1000円、当日1200円。あ、ワッキーさん、チケットじゃあ1枚お願いします。うん、難しいかもしれん、うん、どう、いいじゃん、とりあえず予約しとけ。キビッチは難しいかもしれんけど、よかったら買いといてください、はい、チケットの代よろしくお願いします。よかったです。1枚、とりあえず俺は1枚ね、はい、うん、君っちも行けたら行くそうなんで。行けたら行きます、はい、名前書いといてください。一応ごめん、行けなかったら頑張る。頑張るしか言えない、うん、ね、お、うん、今日はいいですね、チャットの流れが。ご予約ありがとうございます。はい、はい、行くぜ、アイリス聞きに。そして帰りは定位置寄ってくぜ、うん、俺は出た。しばらく食ってない、年明けまだ一回も食ってないんで。年明けっていうか、その前に、あとに1月10月1日の後に食ったの。ああ、食ってる食ってる。あ、そう、2回ぐらい行ってる。へえ、うん、もうなんか別に来たって書かなくてもいいかなと思って書いて。なんかね、最近、うん、申し訳ないですけど、うん、Facebook に書くこともなくて、まあね、ブログに書くこともなくて、それFacebook ちょっと俺、うん、自分で見直したら、はい、エピナールの温泉に入ってきたことしか書いてないの、ここで。まだ行ってないな。でもすごいですよ、エピナールの温泉ね、うん、あ、でもそれは気になる俺、うん、どうなの実際。あの、ね、すげえいいです、540円で、うん、あんなね、露天風呂もサウナも大浴場だからね、うん、もちろんあって、うん、歌声優とかもあったしね、うん、のんびりしてますよ俺行って。へ、あの時間いいね、何にも縛られない。人いるのその時間って？結構いる、どの時間行っても。あ、そう。俺はだいたい8時ぐらいに行くんだけど、うんうんうん、ここで飯食って、うん、それから行くんだけど、うん、あ、2人分予約入れときますよ、君ちょっと。一応頑張ります、うん、はい、とりあえず別々で予約入れといてください、はい。2人分じゃあお願いしますって言われたら ね、いや1人だしみたいなね。いいですよ、おすすめです、うん、で今チラシがなくなっちゃう。あ、チラシ持ってるよね。あるある、あげたもんね、うちのマネージャーに数えてるけど、チラシを持ってくと540円になるんですよ、ね。で、うん、あれにはバスタオル貸し出しって書いてあるから、俺ちっちゃいタオル持ってったら、うん、ちっちゃいタオルも貸してくれるんですよ。マジで。だからもうね、手ぶらですよ。すげえ。1000円ぐらいポケット入れて、うん、ポンポンして、別々予約しておきますってこと、うん、ありがとうございます、よろしくお願いします。 ありがとうございます、うん、もう手ぶらで1000円ぐらいポケット入れてって、ポンターしてね、お釣りもらって小銭だけポケット入れといて、風呂入って出てきたら牛乳買って、それでもお釣りが残るっていうね。いいね、いいでしょ。温泉とかさ、びっくりした、なんだなんだ、何勝手に CM 流れやがった。温泉とかさ、うん、好きだからさ、ね、俺、まあ、宇都宮のさ、ベルモールの桜の湯とか行くと、うん、2時間は出ないんですよ、うん、入れますかね、2時間2時間入れんじゃないですか、全然入れるかな、うん、だって、一回お風呂から上がって、うん、あれだよ、俺全然裸で一回椅子で休んだりとかしてるし、うん、まあそういう感じなんですけど、うんうん、そんな感じ。もうザーッ、うん、もうなんかね、うん、汗かきたいね。あ、最近行ってないから、はい、いいですよサウナ、うん、でも知ってる人が多い。
しょうがない。なんならね、あの、うん、お風呂場の掃除してるおばちゃんが、うん、うちの母親の同級生とか、うん、あのお風呂場の受付のおばちゃんが知り合いの奥さんとか、うんうん、そんなパターンですね。なるほど。だからこの間行った時はね、あのなんか忘れ物のメガネの電話をね、どっか本部かどっかしてたんですね、うん、でこういうの特徴言ってて、うん、でそのおばちゃんしかいないから、うん、終わるの待って受付しようと思ってこうぼーっとしてたら、うん、540円ですってこう電話の喋ってる間になんか向こう待たせてる間に540円ですって言われたの。でそして俺、うん、あ540円だよなと思って、あっやべ1万しかないと思って、うん、大きいのですいませんって言って、うん、はいって言って俺の顔見て、あちょっと待ってくださいって言われたの、うん、ちょっと待ってくださいって言われてこうやって、うん、で電話急いで切って、うん、で田代さんですよね、うん、あカモンさんですよねって言われてそうそう本名言われてであはいっつってね、あデータが飛んじゃったんだね、うん、で、うん、そしたらエピナールの宣伝していただいてありがとうございますって、お今日はどうぞって言ってもらっちゃったのマジっすかっつって、みんなだからエピナールの宣伝した方がいいよ、うん、あれ、うん、田代さんの友達なんですけどとか言ったら、カモンさんの友達ですけどごめんねカモンさんと一緒に宣伝させていただいたんですけどとか言ったらいけるかな、いけないかもしれないな、難しいよねでもさすがにそれはね、うん、俺の名前かなんか後ろ書いとこうか、あのチラシの後ろこっからもらってきましたみたいな。ね。ねえ、まあでもそれまあ540円でしょ。そうそう。でも安いもんね。そうです。全然安いから、うん、別に取ってほしかったんだけど、うん、なんかいいですよって言われて、うん。あ、だから2回行ったの？いや2回じゃないよ。あ、だからってことない。あ、そう。この間はとにかく疲れて寒くて、うん、お風呂入りたいなと思ってお風呂入りに行ったの。で、お風呂に入ってたら、うん、なんか。はい、もう自分鏡に映る自分が情けなくて、うん、体が、うんうん、で、あれですよ、なんすかドンキ寄ったんですけど、はい、何か、なんか買ったの、何しにドンキ行ったかというと、うん、これちょっとこういうトレーニングマシンのこれこうやってやるやつ、こうやってやる、地面にこうやって、そうそう、置いて、あの、ね、やっぱり、うん、床にね手ついてやるのって、うん、手首とか痛くなるから、なるね、これがいいなと思ってたんですよ、うん、ずっと、はい、だからこれ買ってきたんですよ、これ、そう、お980円、あ、安いんだね、うん、う、どう、あ、これはいいよ、これだから今毎日腕立て伏せやってますこれ買ってみたの、こういうやつ、これ、そうそうそう、どうなの、これね、膝が痛いの、うん、なんかキムタクがなんか昔やってたやつ、ね、そうそうそう、うん、で、こうやってもこれね、多分足にくるみたい、結構、俺は膝についてこうやってると、うん、あの、なんかこれは腹筋を鍛えるマシンではあるらしいのね、こうやってこう伸ばして、そうそうそう、戻る、あれで、そう、戻るとき筋肉が、腹筋がムキってなるやつ、割と腹筋と背筋が鍛えられるらしいんだけど、これで、うん、やるのはいいんだけど膝が痛いんですよ、うん、膝ついてやるの、それ、そうそう、膝ついてやるの、だなんか座布団かなんか敷いたら、ね、そう思うそうすればいいんだと思う、うん、いや、これもちょっと今やってると、へえ、で、鍛えて、うん、鍛えようと思って、なるほどね、そう、そしたら、うん、それを見に行ったら俺の目の前をね、うん、黒いジャンバーを着て、うん、で、猫つぐケースをぶら下げた、うん、あの、なんか男性がね、うん、跳ねるように俺じゃんトイレに走ってったんですよ、そう、もうね、トイレ我慢できなくて走ってた、そう、思わず、うん、あ、こういうことだろうな、フェイスブックに書くのと思って、うん、さっき君ちを見かけた気がしますって書いて、ドンキホーテドンキホーテチェックインみたいなね言ってた、言ってた、そうね、なんか新しい iPhone のケース買おうと思って、ああなるほどね、一旦、まあ飽きちゃってさ、うん、もうトイレまで追っかける気にはなんなかったから、うん、来られても困る、うん、ね、さすがにわーって言って、うん、売り場行こうかなと思ったんだけど、うん、なんか追っかける気にならなくて、うん、風呂上がってきてね、うん、もうなんかポカポカしてるから俺、うん、ちょっと来られても恥ずかしいな、うん、それは、うんね、うん、まあまあそんなことは、うん、なんで俺話始まったんでしょうね、なんだっけ、あ、なんか、うん、あ、そう、温泉行ったっていう、そうそうそう、鏡に映ってる自分の体がね、鏡に映ったそう、あなたと二人ね、まあそんなわけでちょっと今、うん、鍛えてるところです、なるほど、本当は走りたいんだけど、うん、走ろうと思った日に帰って雪降ってたり、うん、この間雪降ってたじゃん、降ってたね、そう、あの日、うん、俺3期でね、はい、安いウェアを買ってきたんですよ、うんうんうん、運動用に、はいはい、うん、
でよし今日は来てやろうかななんて思ってたら、うん、雪ですよ。みぞれかなんか降ったよね。そうそうそう、なんか金曜日だかな、うん、そうするともう出る気にならないんだよね。わかる。そうだから部屋でできることを探そうと思って。なるほどね。で腕立て伏せとか、うん、椅子を使って腹筋とかって、うん、何もなくてもできるって言うじゃないですか、うん、分かったんです。なんすか。何かないとやらないです分かる。あでもそれは分かる。何かないとやらないよ。なんかこれがあるからやるってことでしょ。だから俺、うん、鉄アレも安かったら買おうと思ってたんだけど、うん、案外鉄アレって高いのね。うん、うん、あ、綾野隊員です。綾野隊員、はい、こんばんは。こんばんなす。こんばんなす。すごいなんか、うん、トレーニング方法は注意してくださいね。なんか仕方によってはなんか痛めたりするからね。うん、俺無理しないんで大丈夫です、うん、腕立て伏せも疲れたらもうやめますから。あそのぐらいはいいよ疲れたらやめるって本当疲れたぐらいで本当にあもういやみたいな、うん、でもなんか早くやる数よりゆっくりこう負荷をかける方がいいらしいよね、うん、ね。そうそうそう、うん、ねだから、うん、今ちょこちょこそこに置いてやってます。なるほど。後でテレビ 見えるじゃんこの向こうで、うん、テレビに向かってこうやりながら面白いね、やってるんですよ。なるほど。そうだからみんなもね今年はね、うん、いい体作っていきましょうなんとかザップ、うんね、なんとかザップに通わなくても、うん、こういう体できんだみたいなね。あなんかちょっと目指しましょうよ。ありました ね, ね、なんかあれでしょ個人指導のあれがなんかやってくれて、ね、2ヶ月でこんな体になりますみたいな。でんでんでんこんなのでで、ね、んみたいなね。秀和がなんかすごいね。でマーケー。なんとかザップね。ほら営業妨害になるから名前は言えないですけど、なんとかザップみたいなね。もう隠れてない。まず筋トレで筋肉をつけてからランニングしましょう。お、そうなんだ。基礎代謝を上げる。なるほどね。からね。うんうん、今だからローラーとかやってるんですよ。だからね。僕は1日2リットル水を飲むっていうのをやって、うん、なんかね水を飲むと若返るらしいですよね。そんな記事がこの間載ってましたね。やって1日3リットル飲んだ人が2年間で若返ったんだって、うん、2年前の写真と比べてすごい若返った。でも少なく体は軽くなったよ。なんか寝起きがやっぱ違うし、うん、なんかね、うん、温泉まあ風呂とかも入って汗かくじゃん、うん、かいた時も、うん、なんかねすっきりし方が違うよね。ああさらっとしたしたし、うん、楽すごく。俺もそうしようかな、うん、なんかさでもさそのでっかいペットボトルを持ち歩き空気になれないから500を、うん、各所に置きたいんですよ。あなるほどね。わかる。職場と、うんはいはいはい、ここと、うん、寝室とみたいな、うん、で、うん、もうねそうすぐ開ける。そう冷やさない方がいいらしいんですよね。ね、そうそう。常温の水を飲んだ方がいいらしいので、うん、そう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 。だから、うん、ちょっとね水っていうのはいいことだなと思ってて、うん、水道水とかなんか塩素とかあるからちょっと体に悪いらしいので、うんうん、でもここら辺の水はいいらしいよ。そうなんだ。うん、大丈夫なのかな。東京みたいに ね、まあ ね、うん、本当にカルキの、うん、ねもうほっとくとも真っ白になるらしいですからね。あれそう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 蒸発するとね。すごいよあれ。まあ、ここら辺も白くはなるけど、うん、あっちのに比べたらね。まあね、飲めるよねまだね。そう、うん、だからまあね、うん、地元の水を飲むというのはいいことらしいですけどね。はい。でまあ気になること。うん、気になること。その鈴ちゃんもそうでしたけど、うん、あとね俺最近気になってるのはね、うん、なんだよリズムお笑い。うん？知ってる？何それ？ダンソンって知ってる？分かんない。なんかダンソン、フィーザキー。あ見たそれそれとかみたいなのがあるんですよ。見た見た。なんかそうやって踊ってさ、そうそうそうなんかなんだっけ、ね、狩るんでしょ。そうそう、うん、でガッつかんでわーみたいな音楽になるっていう見た見た超面白かったね。そうあと、うん、なんだっけ何もう一個あるんだよね。あこれでしょ。これなんだっけなんだっけあれなんて言うんだっけ。なんとかバズーカみたいな。そう 8.6 秒バズーカ、うん、だよね。ずっとこうやってさ、うん、歌うやつでしょ。そうなんだっけラスンローレライだ、うん、ラスンローレライラスンローレライってやってでなんか、なんだっけちょっと待ってちょっと待ってお兄さんちょっと待ってちょっと待ってお兄さんっていうね全部ラスンローレライにつなげるでしょあれそうそうあれが気になるのと、うん、あともう一個何うちの会社のスタッフの子供が今超流行ってるやつが、うん、なんか
特別なスープをあなたにあげる、あったかいんだからっていうね最近歌うさ、そう、それが流行ってるらしい、ね、でもさ、うん、どこで笑っていいのかがよくわかんない感じがするんだよね。そこが面白いんじゃないですか。しかも CD も出てんでしょ。そう、 CD 出たんだって、ね、そう、うん、ね、なんだっけ、そうそう、あ、ナインティナインの大晦日の番組出てました、ね、うん、出てました、そうそうそう、その今3組がね、あったかいんだからやってたやつだ、ね、そう、うん、それが気になるのと、最近そういうリズム系が頭に残ってしまうのが多くて、おうちーの、おうちーのの CM なんだっけ、おうちーの、おうちーの、おうちーの家、おうちーの、おうちーの、おうちーの家っていう CM が流れてるんですよ、テレビで、で、ちなみに今、明日までかな、4日間流れてるそのおうちーののダンサーの女の子たち5人いるんですよ、団子ここにつけてる、あの子たち栃木のダンサーがね、あ、そうなんだ、あの言っていいんだと思うんだけど、撮りますっていう居酒屋があるんですよ、あるね、あの、もう老舗ですよ、黒磯では昔からやってる居酒屋なんですけど、そこのしんちゃんっていう人の娘がそのうちの一人なんですよ、あ、なんか応援したくなるねその距離感でしょ、でずっと別に CM 見ようと思わないんだけど、あの音楽が流れると、おうちーの、おうちーの、おうちーの、イエーおうちーの、おうちーの、おうちーの、イエーっていうのが頭にずっと残っちゃうんですよ、なるほど、ね、これ残るでしょ、もう残る、おうちーのっていうなんか不動産かなんか関係の CM らしいんですけど、ちょっとわかんないな、今度見てみてください、わかりました、個人的にはコメリのテーマソングが好きです。コメリって何なんだっけ、なんだっけ、コッコッコッココメリだっけ行かねえからわかんねえな、コッコッコッココメリだよね、あのね、あのそう、スーパーとか、電気屋さんの曲って洗脳される、ヤマダ電機とかさ、ヤマダまだまだ安いんだヤマダの安さは半端じゃないよ、でんでん電気のヤマダだだっていうの昔よく流れてて、ね、あと小島電機、なんだっけ、小島まだまだ安いんだ、安さ小島の安さは半端じゃないよ、山田だと思う、山田だ違うな小島電機もなんかあったよね、 あったあとなんか今日ツタヤとかもなんか最近歌流れてたよ、今日行ったら、え、ツタヤの曲ってあんの、あった、なんだかね忘れちゃったけど、ちょっととりあえず小橋さん来てもらおう一回分からんけど今日なんか行ったら、ね、ツタヤでなんか歌流れてた、何これと思って脇さん笑ってる何これみたいなのはちょっとあった、どんな歌だろう、うん、覚えてないけどなんかね意外とね、メジャー系の簡単なコード進行の、曲がポップなやつが流れてたよ、残るのってあるよねやっぱり、ね、やっぱ残さないとダメなんじゃん、山田だっただだよねさっきのね、やっぱりねコメディあれあの小島、なんだっけ小島あったよね、でもね、CM でも使ってるね、小島行かねえかな、ケーズ電機、ケーズ電機ね、そのなんか曲あるよね、あるある、あれもね電気屋さんに流れてるよねやっぱりね、何なんだろうね、やっぱキャッチフレーズとかってなんかさ、ドラマとかもそうだけど、そのテーマソングがあるとやっぱ印象残るじゃん、耳に残る ね、あと買い物楽しくなる、最近セブンイレブンの、あの7個の、あ、違う、あのセブンイレブンの ATM の CM、ああはいはい、なんだっけ、なんか流れてるよね、あれよ、なんでこんなによく知ってるメロディーラインなんだろうと思ったら、どんぐりころころの歌だよねどんぐりころころどんぐりこ、お池にはまってさ大変なんだけど、なんだっけ、セブンイレブンの ATM の CM、 あ、ちょっとなんかセブン銀行 ATM なんだっけ、なんとかなんとか、あー便利っていう歌があるんだよCM で、まあ、でもなんかね、俺セブンイレブンってさ、ずっとデイドリームビリーバーだったじゃん、ずっとで最後に、セブン銀行 ATM っていうのでもあるんだよねこれが俺の中でなんでこんなにね、こんなにあの親しみやすいメロディーラインなんだろうってちょっと思った時にこの曲なんだっけって思ってて考えたら、どんぐりころころだったすげえなと思って、セ
フィルムがもうなんか俺の中でデイドリームビリーバーだからさ、うん、なんかでもあれそのままじゃん、まあね、ってのね、うん、ずっとそう、うん、ずっとしかもそれおでんじゃん、おでんおでんね、うん、あれセブン銀行 ATM ですよ、うん、なんかナスウェブとかでも作ったら、ね、なんかパクロかゾウさんとかなんだろう、ナースウェーブお顔が丸いのね、そうよ、そうよカモンさんは丸いのよそうよっつったら他のやつもでしょ、他のやつを丸くしないといかんよいいじゃんこれカモン言うぞお顔が丸いのねそうよ、あのよっちゃんとかあのよっちゃんじゃないさっちゃんだっけ、さっちゃんさっちゃんはねよっちゃんって言うんだ本当はね、サチコって言うだけどちっちゃいから自分のことみっちゃんって言うんだよ、おかしいね、うん、あきちゃんみたいな、ね、結局誰だよって、そうみんな名前が違うっていうねうすげえメガネマラさんも笑ってる、あれ意外と受けてる、いいね今日受けてんじゃないなんか意外と受けてるそうなんだいいじゃんね、うん、まあだからそんなわけで皆さんもねもっと気になることをどんどん ね、はい、ね連絡ください、は連絡ください、はい、これいいねこのテーマ、ん何気になること気になること、うんいいね、気になるもの、ね、まあ、メール来てるから紹介しようか、はいはい、ね、じゃあせっかくやからね、気になることを言いましょうか、はい、はいはい、こんばんなす、こんばんなす、パルキッズのルータンからです、ルータン、ルータン、ルータンは昨日から大洗に臨海学校に行ってます、行ったことあるよ俺も、うん、何臨海学校、臨海学校知らないの、これエクスプローラーが停止しようとしております行く前にちゃんとメッセージ送っておいてねと頼まれたので今日はママが代わりに書きます、ルータンとママが今めちゃくちゃ気になっていて欲しいものがあります、うん、それはデグマウスという動物で、ハムスターよりも大きく頭がよく芸をしたりするらしいです、毎回ペットショップに行っては眺めてます、かっこ笑いってこと、なるほど、へー、デグマウス、デグマウスでかいんだね、デグってどういう意味だろうね、分かんない、ね、パールキッズの告知させてください、はい、いいですよ、いいですよ、どうぞ、2月の8日、うん、道の駅喜連川、うん、午前11時と13時の2回、うんうん、コンタクン祭りにパールキッズ初単独で出させていただきますということで、おめでとうございます、最近歌わせていただいてる、うん、花は咲くにも手話を一部つけて歌わせていただきます、咲く、そこしか知らないんだよね、俺も知らない、初単独で子供たちも緊張してますが、うんうん、MC に歌にダンスに頑張りますので、ぜひ応援に来てくださいということで、はい、楽しみです、これいいね、ね、頑張ってるね、パルキッズ、ぜひ皆さん、2月の8日、うん、日曜日です、道の駅喜連川にて午前11時と13時から2回、うん、パルキッズ単独でライブをやりますので皆さんぜひ遊びに来てください、はい、そしてこの音響は僕がやります、これさ、うん、ちょっと待って、コンタクン祭りの、うん、あの MC に歌にダンスって書いてあるね、うん、俺一日いることになるんじゃない、音響かなこれね、むしろイベントの音響さんになっちゃうんじゃないのということですよね、うん、なるほど、気合い入れてきますよこの機材全部持ってきますからね、そんなわけでパルキッズ皆さん2月8日よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします、はい、はい、そして何ですか他に来ました、先週の放送初出場で見られなかったので、先週の放送ね、あんまり人来なかったから大して盛り上がってないです、うん、なんか時間ぴったり終わりました、そう、まあ、うん、年明け最初ということで喋って終わったって感じ、うん、すごい寂しくね、うん、君たちは風邪ひいたよっていう、ね、風邪ひいたりとかしたぐらいです、そうだね、声がひどかったね、うん、そしてもう一つ来ております、はい、あ、ポンコちゃんから、あ、ポンコちゃんから、はい、ごめんなさい、行けなくてごめんなさい、うん、気になること、はい、お腹の肉、あ、あ、大丈夫です、大丈夫だ、俺の方がよっぽど気になってます、俺も来てるよ最近、ね、お腹の、あ、でもお腹の肉と言おうとしたカモンさんと被りましたと、なるほどね、うん、なので、はい、週末の天気に変更です、週末の天気、あ、ん、週末初滑りに行ってくる予定です、あとまず福島、あ、福島、いい天気で良いコンディションだといいな、なるほど、そこでお腹の肉も退治したいところです、なるほど、25日のライブ行きたいな、行きたいな、最近撮影会では会えていないカメラマンさんたちもたくさん来そうなので挨拶も兼ねて行こうかな、ワッキーさん頑張ってください、ワッキーさん頑張ってください、何でしょうこのメッセージとチャットを利用した、うん、
俺たちを利用したこの間接的な俺たちとか言うなよメッセージメッセージの送り方、ちなみに、はい、明日はスイポンです。そうです、あ、スイポン、今年初のスイポンが明日です。いろいろ予定が、うん、話が進んでいませんので、ま、多分普通に家から放送になると思いますあのね、違うんです、あの、うん、まあ、この間もちょっと話したんだけど、チャウスというお店が黒岩さんにオープンしました。できましたね。で、うん、俺完全にオープンしてたつもりでいたんだけど、うん、なんかまだそうで17日にグランドオープンしたらしいんですよ、うん、あ、そうなんだ、うん、で 17日でグランドオープンしたかな、うん、でなんかね、どうなの、オープンパーティーやってて、うん、で別に俺呼ばれてないから行ってないけど、うん、グランドオープンしましたって書いてあって、うん、俺行った時何だったんだろうと思って、プレオープン、プレオープンなんだね、うん、でそのままオープンしましたって言われてたんだけど、うん、改めてグランドオープンしたみたいで、なるほど、でなんか忙しいみたいでね、返事くれないんですよ意外と人集まってんのかな、そうね、うん、某お味噌屋さんのね、うん、ご主人、うん、連絡お待ちしておりますので、お肉以外の食べ物もあると思いますよ。ありますかね、うん、カレーとか、うん、僕お肉ダメなので、うん、多分あると思います。ちょっと魚とか野菜とかのがっつり食べられるやつをいただけたらと思います。伝えておきます。はい、はい、でなんだっけ、ちなみに明日はスイポンです。あ、ここでやめちゃうね。そうそう、もう半月も過ぎたけど、うん、一発目なのでお正月モード全開でやります。お日本酒とか飲んじゃうのかな、うん、前回が前の回になってる ね、そうだねこの前になっちゃった ね、はい、テーマお正月の抱負、うん、目標進んでるです、ね、お正月の抱負、目標進んでるっていうテーマね、うん、俺だから進んでるよ。何、痩せるっつったじゃん俺だからね、なんとかザップによりね、うん、自分の家で、うん、なんとかザップみたいな体を作りますから、ボコボコ言われちゃうね、赤いなんとかみたいに、そうそうでん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 みたいなね、まあメールやチャット送ってねということ、はい、君っちょえ、そろそろ練習どうですか、はい、あ、いいんじゃないでしょうか、長くなってごめんなさい、頑張ってください、頑張りましょう、ね、はい、はい、全部メッセージ ね、誰かにメッセージですね、これ ねここで言わなくてもいいことが山ほどあったけど、ね、はい、まあでも、まあまあ、元気そうでよかったです。よかったです、ねね、全然会ってなかったから、いよいよポンコツ TV、うん、明日から新年2015年始まりますので、練習もいいと思うよ、ね、はい、うん、君っちょも新曲の練習してます、ね、はい、頑張ってます。だからみんな気になることよろしくね、うん、どっちかというと今気になることそんなに書いてなかった ね、書いてなかったね、それが気になるけどね、うん、なんでうまいなんかね疲れてて俺変なテンションになってきてるねでも、面白いよ、面白いこれ面白い、面白い、気になることがね、うん、だから結構後から出てくるんですよ、うん、はいはい、そう、うん、おうちのおうちのおうちの家、ま、みんな多分これね今日寝る前に頭の中で、ね、ま、れ流れるよあとはね、なんか毎週今ルパン三世がやってるのがね気になるんですよ。あ、ルパン三世ね、うん、なんか3週連続だか4週連続だか、ね、やってるやってるやってる。この前カリオストロの城見たよ。そうそう、カリオストロの城は俺いいなと思うの、うん、あれさ、うん、なんだっけ、ラピュタみたいな、そうそうそう、感じだったね、設定とかも絵がね、うん、絵もそうだし、そうそう、ストーリーとかもなんか、ね、問題はね、うん、なんでコナンとルパンが一緒なのかが、うんうん、コナン、そこが気になってるんですよ。コナン、ルパン、響きがなんかあるんじゃない、うん、なんか一緒に出るでしょ。やっぱ泥棒と探偵ってあれなんじゃないの、うん、だけどさ、しかもだけどさ、ね、鳥山明がね、うん、ドラゴンボールの中にドクタースランプあられちゃんが出てくるのはいいと思うんですけど、まあ作者一緒だしね、うんうん、モンキーパンチさんなぜコナンと組んじゃったんだろう。テレビ局が一緒だからじゃないでしょうか。4チャンネルですか、うん、日テレ、日テレがあれかバックアップスポンサーなんじゃないですか ね、なんかそこも気になっちゃうんだよね。やっぱそここう、うん、相乗効果でさ、うん、ドカンと一発、うん、やっぱフル株とこのね新しい、うん、がこう重なって、うん、なんかこう新しい何かが生まれるっていうのが、うん、なんかこう、うん、ルパンが出てるからルパンのファンも見る、うん、コナンのファンも見る、うん、だから2倍の儲けが、あ、そういうそういうとこねあるんじゃないでしょうか。そういうとこね、やだね、大人の事情ね俺ちょっと嫌なこと言ったね俺ねね、うん、メガネマロさん、宮崎監督作品ですからね。そうなんですよ、そう、宮崎駿監督なんでね。あ、
カリオストロの城は。そうそうそう。だからなんかね、ジブリっぽいんですよ設定が。一、うん、話し方とかも。宮崎駿が書いてるのに、うん、ちゃんと次元とか五右衛門を描写してるわけね、うん、そうそうそう。だからセリフとかの回し方がジブリっぽいんだよね、うん、ちょっと、まあ、なるほどね、うん、設定とかもドトーンみたいなね。そうそうあんま逆っぽくないんだよね。あ、なるほどね、うん、そうなんだ。そうそう、やっぱ見る人が見るとね違うんですね、そこら辺はね。なんかそなんかね、そんな銭形のとっちゃんそんなこと言わないよみたいな、ね、ウーバーン、あなたの心ですとか、ね、ウーバーンちょっと似てる40点ぐらいこの間見てたからさ、こんな感じかなっていうね、うん、あとどうですか、気になることってないですか、最近生活してて。俺あんまないんだ。あのね、俺今クロイソボールのね、うん、クロイソボールってあるんですよ、クロイソ、ありますね、出身の僕らからすると、うん、あのホームみたいなボーリング場があるんですよ、うん、でクロイソボールの駐車場に、うん、なんかでっかい建物建ってんすよ今。そうなの。そう、でね、うん、それが何なのかが気になって、はい、その目の前のセゾンカレーに俺入りまして、聞いてきたの、セゾンカレーの親父に、はい、あれ何作ってんすかって言ったら、うん、みたいなため息ついて、うん、あれ薬局ですってなんかもうちょっと怒り口調で薬局ですって言われたの。なんでなんでですかって言ったら、うん、来る人の8割が聞くんだよっつって怒ってたもう初めはギャグとかで言ってたけど、うん、もうめんどくせえから本当に言ってるよっつって、本当にあれ薬局だよっつって、俺注文する前なのに超怒られちゃったの別にカモさんのせいじゃないけどね。そう、俺のせいじゃない俺は初めて言って初めて聞いただけなのに、うん、そうだけどもうみんなに聞かれるからもうイライラしてるみたいで、だから皆さんセゾンカレー行っても聞かないでください、あの聞かないでください、あそこの前に立つものは薬局ですだから不思議だよ、ボーリング場の駐車場の中で薬局作ってんだよ、意味わかんなくない、なんでなんか、うん、その別にだってさあ、うん、なんで関係なくないでしょ、だから、うん、あそこの親父も、はい、ね、うん、あのめんどくせえって言いながら、うん、あのなんか結局そこしかないから、うん、クロイソボールがそこ半分駐車場貸すらしいですよ、で説明をしてくれたのね、それもちょっとめんどくさそうになんかさ、でもあそこさ、うん、なんかドライブスルー薬局らしい、はファックスを病院から送っとくとドライブスルーで受け取れるらしいです、うん、なんかあそこ出入りしづらいじゃん、駐車場広いっつってもさ、うん、ね、いやだからさ大会とかやるとさあそこの駐車場止めらんないぐらいになるのにさ、 いっぱいあるよ ねあそこ半分使っちゃったらさ、うん、止めらんねえんじゃねえの、ね、もう他に近くに駐車場ないじゃん、他に近くはあとは勝手にドンキに止めてくるとかね、あ、まあ歩いて河内に止めてくるとかね、河内側だったらいいんじゃね、ね、違うかな、なんかよくわかんないんだよ、だからね、うん、薬局ができるそうです、でその下のほんとね、なんか相馬林業だっけ、うん、バイク屋さん、うん、バイク屋さんのところもね、うん、片方建物潰して薬局作ってるんですよ、なんで薬局ラッシュです気になるねそれ、うん、あのね違うの、看板病院が今度、うん、ヘリコプターのああなんか、ね、そう泊まれるようなでっかい建物になって、うんうんうん、4月からスタートするらしいんです、はい、新しい病院、病棟の方が、うん、でそれに合わせてどうも薬局さんが増えてるみたいなんですよね、まあ大いに越したことはないよ、うん、ねのかな、うん、分かんないけど俺は、そう、うん、まあでもね、取り合いじゃないあんなの、まあね、売り上げとかあるからさ、ね、うん、あ、気になることね、うん、あ、思い出した、なんか何どこだっけ、うちの近くにファミリーマートがあるじゃないですか、ああ、ありますあります、ね、あの駐車場広いところね、そうそうそう、うん、あそこの、うん、に、うん、おばちゃんの店員さんがいるんですよ、はいはいはい、あの人がどんな私生活をしているのかっていうのはすごい気になる、うん、あの行くと必ず、うん、こんばんはっていうテンションで話しかけてくるんですよ、うん、で今日はカードありますかみたいな、Tポイントカードありますか、ね、みたいな会話をするんですよ、うん、でそこのおばちゃんと、うん、もうおばちゃんと話すお客さんって、うん、みんな仲良しなの、わ、うん、かるかな、なんか、うん、もう地域限定の店員さんみたいになっててさ、あー、なるほどね、そう、あの人が、うん、ちょっと俺気になってる、今度さ呼ぼうか番組じゃ俺の中ではちょっとした有名人、有名人でしょ、あんまりだから
あのね、だから俺その時はこの席譲るから、うん、そのおばちゃんに、うん、だから2人で対談だよ普段ね、だから、うん、あのまあ、まず家族構成はどうなんですかとか ね、うん、ね、言える範囲でいいですって言いながら、うん、だから夕方から、うん、まあ、夜12時ぐらいまでいるわけ、うん、だ金曜日か木曜日が休みなの、うん、でなんかいなかったらいなかったらいいんだけど、うん、なんかねちょっと恥ずかしくてちゃんと会話してないんだよね俺あーなるほどね、その人と会話するの、みんな会話してるの、日常会話みたいな、うん、仕事の話とかしてる中で、うん、なんかちょっと恥ずかしくて気恥ずかしくて、なんかちょっとね人見知りしちゃってんだよね、なるほどね、だからなんか、うん、あの深い話をしてみたいっていうのはあるかも。あ、じゃあやっぱりここで20分ぐらい時間あげるから俺一人じゃ無理だよ、ゲストでかな、ね、と、うん、あとなんかよく行く、うん、あのガソリンスタンド、うん、セルフのね、はい、ところに柳原加奈子みたいな、ああ、そうそうそう、いるんですよ、うん、あの人もなぜそんな話し方をしてるのかとか、ああ、なんでそのキャラ付けしてんのかが気になる、うんうん、俺あれだな、俺もスタンドセルフのスタンド行くんですけど、はい、そこの店員が、うん、ずっと俺通ってて、うん、知ってんの、顔も見てるの、うん、なのにこの間突然話しかけられて、はい、で、あの〇〇くんのいとこですよねって言われて多いな、そういうの、え、何っつったら、うん、いや同級なんで、高校の時同級生だったんでって言われて、もっと早く言えよって思うよね。 あともう一個ごめんなさい、もう一個、うん、あとこれちょっと後悔してるんだけど、はいはい、ね、あの時やっとけばよかったっていう、うん、あのね、俺ギターの練習してる時とか、はいはい、歌の練習する時ってカラオケボックス行くんですよ、はいはい、でギター持ってって、うん、カラオケ行って、うん、でさ、これ部屋に入るじゃないですか、うん、そしたらちょ隣の部屋っていうか、うん、たまたま見えちゃったら、うん、ギター弾いてるやつがいたんですよ。あ、で、うん、うわギター弾いてるやつがいると思って、うん、しかも知らないやつなの、うん、見たことない人、見たことない人、うん、でやべ気になるなと思って、うん、ちょい気になってて、うん、で壁に耳当てちゃった、こうやって見て、あそこまでやってないけど、あ、なんか練習してるなみたいな、うん、で、あのトイレ行くときに、うん、たまたま一緒に並んだのその人と、あ、でその時に、うん、何もしなかった俺をちょっと声かければよかった、かければよかった、なんかギター弾いてる、何の練習してるんですかみたいな、俺もなんかやってるんですよみたいな、うん、もうやればよかったなと思って、あ、じゃあ一緒にやりましょうよって言われたらどうする、面白いそれはそれで面白いなと思って、じゃあセッションしましょうよみたいな、ね、なんか曲と聴かせ合いましょうよみたいな、ね、ちょっと後悔してるね俺。でも、うん、どうなのマンツーマンで、うん、ちょっとじゃあオリジナル歌ってみてよみたいないやいやいや、まあ、じゃないこれ、いやいや俺は楽しいと思うよ、平気、ね、あ、俺ちょっと恥ずかしくてやだな、そう、うまかったら頭くるけど、あでもなんか俺底辺だから平気だな俺と同じギター使ってると思って、あ、そうなんだ、そう、ちょっと見てて、うわ声かければよかったっていう、何者なんだろうね、わかんない、うん、ちょっとそれをね、うん、あ、ちょっとモヤモヤしてる、あ、うん、やっとけよかった なるほど、ね、今度いつやるかわかんないしな、うん、うん、まあそんな感じですね、そうか、ちょっと後悔した、うんうん、今度だから行ったら会った時は ね、アミーにいましたから、ちょっと見かけた人はちょっと連絡ください、ね、あ、もしくはね、その方見てたらぜひ連絡ください、来るかな、分かんないけど、メールが来たんで、はい、あ、セータさん、セータさんありがとうございます、こんばんなす、こんばんなす、カモンさんの羊さんプロフ画像、うん、あ、プロフィール画像ね、うん、が丸顔でないのが気になります、なるほど、うん、それはね、やっぱりね、丸顔じゃなくしますよ。できるだけスマートにね。ね、そういう、できるだけこういう風に切りますよ、ここに。まあ、使えるとこだけ使う的なね。そうそうそう、こういう風に切りますよ。なるほど。まあ、枠が決まってるから ね、写真もね。あれ、上手に作ったでしょ。ね、違和感ないもんね。ね、うん、人面、そう、羊みたいな。そう、今まで、プロフィール写真であんなにいいね押されたことないよ。140何件だから。いいね押されてるからね、されてたね、うん、140ってすごいね、ね、すごいよね、140件のいいねなんて押されたことないよ、ね、俺普段20、30ぐらいで終わるのが、ね、倍も、いや、倍じゃないですか、7、8件ですよ、いいとこ7、8件ですよ、かまゆうぞーとあろうそう、びっくり、あ、でもこの間、ね、Facebook の友達の数をたまたま見たら700になってた俺、うん、とんでもない ね、俺もでも来るもの拒まずだからね、俺なんか最近外人から来るよ、うん、お前誰みたいな、そう、外人にね、なんかね、うんうん、俺別に載ってない写真なのに、うん、あのタグ付けみたいにされてんの、あ、あるあるある、拒否りましたね、さすがに、うん、俺なんかメール来ても Hey, big singer, how are you? みたいなおおあれみたいなメッセージ来て、うん、
誰だよお前しかもどうするアメリカでデビューしねえかっていう内容だった絶対違うアメリカへ来ねえかみたいないやそなんかねちょっと固い中の、うん、なんかそういう感じの人からメール来てやめてくれよって思った、いいの、うん、そういうの来ないな俺なあれはちょっとやったねみんな気になることないのかな ね, もうねもう一つぐらい人も来てるよねこれは違うのあ違うねこれねそう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 、うん、なるほどまあこんなもんなんですかね、はい、ね、うん、あとなんだろうなもうおうちのおうちのおうちの家がもうみんな頭の中で流れてるでしょこれね、あ、セイタさんがなんか薬局ブームって書いてますね。本当だ。流行ってんのかね、はい、今ね。あのもうそのカンマ、カンマのあれですよ。カンマバブルですよ。カンマバブル。だから日赤バブルもあったじゃないですか。あったね。そう日赤バブルで、うん、もう何件か撤退ですからね。うん、日赤バブルの時は薬局何店だっけかな。十、ね、何件多分経ったんじゃない？そうなんだ。そのうち3件だからもう。撤退決定らしいですよ。だってそんなできてもさ、やっぱ近いとこ行くでしょ。ね、そう、うん、だからね、出口のこの通りにないなかったらダメとかさ、うん、もう一つワンブロック先じゃもうダメだから ね。あれも難しいですよね。日赤の周りも大して店も増えないしね。確かに。ね、何もない。そう、あそこ、うん、ほら、せっかく通り綺麗になったわけだからさ、うん、なんかコンビニとかもどんどん増えたらいいの。まあ日赤の中にもコンビニあるんだよ。ある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 。そう、だけどさ。ローソンなんですよ、ね、確かね、うん、そうだからセブンイレブンとかあ、まあ、セブンイレブンできたかできたあの角のところにねあるあるあるあの橋渡ったところにね、うんうん、だけどさもっとね他にもねなんかこれさ今なんか変わったんかな年明けから何が放送中に時々 CM 流れるのねなんだろうねこれねねみんな見れてんのかな、ね、みんなでもこういう状態ってことだよ ね、そうだよね、うん、アクセスし直してるってことだもんねみんな ね、まあまあまあねあの明日からポンコツ TV 始まりますから、うん、いよいよこんなおっさんたちの顔見なくて済みますからね皆さんねおっさんたちっておっさんですよまあ ね、 ね、だからちょっとさ企画で今年ちょっと有名人を回していくっていうのを考えようよ、うん、でもう有名人のもうトップバッターじゃ計算お願いしますっていう計算からつながるぜきっと多分まあね、うん、計算が電話して、うん、であじゃあこの人来週大丈夫いい友みたいじゃんね面白いねなんかでもそのもうだからその場で権力を使ってその場でこう何週先の火曜日なら大丈夫とか、なるほどね、決めてっちゃってさ、いいねいいねいいね、ね、うん、じゃあもうその日もう来ていただいて決めました、もうそこやりますっていうね、ね、なるほど、うん、でどこまで俺たちは行くことになるのか、すげえ業界人とは来たらどうする？やるよ、レディオベリー、普通にここでやるぜ、ね、浜崎隆とか来るかな、うん、ああ繋がったら面白いね。ねね、うわーみたいな、うん、でも歌わせないですえ歌わせてよだって歌ったら聞かせてくれよほらいろいろほら、うん、あのいろんな権限がかかっていてああ、ね、とりあえずべしゃりであべしゃりでべしゃりで、ね、そうまあべしゃり面白いですからね、いやー見てみてえな、ね、いてえなそういうつながりができたら面白いよね ね、うん、どこ行くかだよねだからね誰からスタートしてこうそのこういう図を作ってたら面白いね、うん、ねどうつながってるのかつながってるかっていうねどこまでいくか、ね、どういう関係かをつなげていくとね知ってるやつが恋人だったみたいな元恋人とかでつながったりねそれダメだろ それシャレなんだよねっていう、ね、俺さ昨日さ大事見たんだけどさ大事見た、うん、赤いのが出てこなかったの昨日は出てこなかったんだあ出てこないんだと思ってたら、うん、そのまままたあの日光ソムリエかカッコカリっていうのが始まってまだやってんだあれ、うん、まだやってるってもう3回ですねって言ってたの、ね、新番組なんだよ、ね、そことしか始まったらしいんだけどね、うん、ちょっと見ちゃうんだよねあれあの流れで、うん、なんだっけ平山あや、うん、ね、あやねあそう余計なことも出しちゃった今、ね、うちの親戚が、うん、栃木テレビの歌の王様の、うん予選会に出たらしいんですよ。で、うん通過した。まだ分かんないんですけど、で、うん、ココブルーの、はい、どうやらアッコさんも、はい、出てたらしいんですよ。同じ日に予選会に。うん、そう。で、うん、しかも、うん、そのうちの親戚と、うん、どうやら話をしたらしくて、うん、で、どうやら今度、うん、どうだっけレディワーカースの幕八に。うん出ませんかって言われた言われたっていう連絡が来た、うん、ああそう
出ていただきましょう。やだ、一族の恥だ。出ていただきましょうよ、せっかくですから。やだやだ、俺の名前も出してさ俺ね、曲も作ってやったんですよ、その親戚に。うん、でそれを流すから、うん、ちょっとお前も来いよみたいな言われて、あ、行きましょう行きましょう。やだ俺ちょっとね、それは嫌な意味で気になってる、どんな流れになるのかっていう。あ、うん、きっと楽しいです。楽しくないよ、俺は楽しくないよなるほどね、うん、そんなとこで深めんじゃねえよと思ってさ、うん、なんか俺もでもね、あの歌の王様出てみたい、うん、出てみたい、うん、先週の木曜日だったからなんかやってたみたいだよ、予選。木曜日にやってたの、うん、なんか、え、珍しいね、土曜日にやんだよね、あれね。そうだっけ、なんかね、うん、木、あ、忘れちゃったけど、土曜日だったかな、土曜日にやってて、俺だから行けないんですよ、うん、いつも乃木温泉だからやってたんだよね、うん、乃木温泉予選場になってる時あるよね、そう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 、ね、なんかそこに行って、うん、なんか歌って、うん、なんかね、やたら歌はうまいおばちゃん、お姉ちゃんがいるって言って、うん、話しかけたらアッコさんだったっていう。へぇ、ココブルー。じゃあアッコさん出るかな、出るかな、出るんじゃない、俺何で出ようかな。何、ちょっと待って何で出るって、それ気になるわ何で歌おうかな、何歌おうかな、なるほど、何歌うんすか俺、うん、ペンフレンドの二人の恋は、わかんないそれ、え、尾崎、あの大きな玉ねぎの下でそれか初めて、うん、これさ歌っててさ、はい、俺すっげー下手だねあれダメじゃんねこれねギターがないからやっぱ、うん、そう、音取りづらいんじゃない、で大声で歌えないじゃん、ちょっと、うん、ね、みんなの耳に、いや、そう、スピーカーってなっちゃうでしょ、もう、あ、ワッキーさんはバンクフランプですか、ね、ですか、お、反応早いね早いね反応早いね、ペンフレンドの、びっくりした、そう、こういう歌い方なんですよね確かに、あ、でも俺なんか来る途中に、うん、あの猿岩石作った歌あったじゃん、うん、強い風に立ち向かってゆくみたいな、旅人だっけ、白い雲の、それはあれでしょ、ように、猿岩石でしょ、それ猿岩石じゃなくて、バックフスランプがさ、猿岩石に、あ、そんな、あ、あ、はいはいはい、ゴールの時になんか、そうそうそう、なんか、うん、それがなんかずっと頭の中流れてね、それ、そっち知らない俺、逆にわざわざ、なんか猿岩石が旅してる時に、ね、わざわざそこまで聞かせに行ったんだよね、あの、電波少年だよね、電波少年、ね、あ、そう、旅人よ、旅人よ、うん、あのね、うん、俺最近気になってるのもう一個ありました、はい、あのグルーポンっていうのを登録してるんですよ、グルーポン、グルーポン、うん、グルーポンって知ってる、分かんない、大人数で買うと安くなるっていう、うん、メールサイトがあるんですけど、ほらほらほら、これここにあるんじゃん、これグルーポン、そう、これがいろんなものなんです、物だとか、うん、どっかの旅館だとか、うん、その宿泊費が、うん、こうぐらいになるとか、宇都宮だと東日本ホテルが、はいはい、ある期間だけ、うん、その綴りで3000いくらで泊まれちゃったとか、うん、安いね、そう、へえ、まあ、その代わり、あ、うん、一口から買えるのかあれは、うん、そう、だから要はクーポンなんですよ、うん、グルーポンってみんなで、うん、買って安くしようみたいな、うんうん、で最近ねそのグルーポンが俺にやたらといつあまゆみのライブに行かせたいのか何回も逸話まゆみコンサート、うん、栃木総合文化会館だかの、うん、チケットがグルーポンから送られてきてるんですよ、安くしたいんだね恋人よそばにいてですよ俺恋人よ正座さそう、逸話まゆみのグルーポンがグルーポンのタイトルがもう逸話まゆみ栃木県コンサートみたいなのになってて、うん、でもちょっともう勘弁して、もうでも行かないといけないのかなってさっき思ってくるようになっちゃってね流れに、負けてんじゃん、そう、広いおでこ見に行くよかなと思ってるんだけどねでもレディオベリー流れてるよね、確かに、あ、流れてる、流れてる、宣伝してる、恋人よそばにいてみたいな、逸話まゆみ何月何日コンサート、私総合文化センターみたいな、ね、やってたはず、うんうん、そう、それがねグルーポンやたら俺にね、イケイケと言わんばかりの、まあ、古
増えることプッシングですよ。越したことはないでしょ、撮る人にとっては。だってほら、うん、どっかにあると思うよ。ほらほら来たわ、ほら、あ、本当、いつは前見コンサート、あ、今度は土曜日じゃないか、栃木総合文化会館、うん、ね、すごいしょ、ほら、グルーポンから来るんだよ、本当だ、ね、で、もっとも遡っても多分ね、ほら、いつは前見コンサート何回送ってくんだよってね、リクエストでしょ、押してんね、ね、あ、もうあとは消したかな、うん、そう、押してんな、もうね、ずっとグルーポン、俺にいつは前見コンサート、もっとあるだろって思ってんの、他にないのないの、これがびっくりするぐらい、確かに他にないのかね、どんだけ押してんだよと思って、ね、俺にグルーポン、そう、ほら、ほんとだ、他にもね、こういうなんかレストランとかね、まあ、こういうクーポンのあるもんだけど、日帰り温泉、日帰り温泉か、うん、ね、ゴルフ場とかもあるんだけど、うん、靴もある、とにかく俺にこの逸話前見コンサート、ほら、栃木総合文化センターね、あれだよね、これ市長、あ、あの県庁前のだよね、うん、とこだよね、 42% オフ、そう、4000円でいきますよ、まあ、安いね、ね、はぁ、恋人よ、旅人よ恋人よの次は特別なスープを、あ、なんだっけ、特別なスープをあなたにあげたい、あったかいんだからそれ違く違うな、何なんだよ、なんとかようは何だろう、うん、あとは何、ようようではよ、うん、ようよう、旅人よ恋人よ何人よ何人よ、うん、何だろうね、出てこない、旅人よ恋人よ、うん、およよまあこんなもんですよ、まあね、我々ね、うん、もう時間も過ぎてっからそろそろ ね、恋人よ僕は旅立 つ、あ、木綿の女チームだね、そっちね、うん、あ、なるほどね、あ、妹よね、妹よ、さすがワッキーさん、ワッキーさん攻めるね、今日はラッキーさんいくつなんでしょうね、うん、妹よが出てきたわけでしょ、ね、四畳半フォークですよ、まさに、ねね、70年代、ね、70年代とかのそういう世界です ね、 ね、うん、攻めてくるね今日ラッキーさんは、ね、今日結構面白かったんじゃないですか、今日面白い ね、 ね気になる気になる気から始まりましたから ね、 ね、佐々木さんのね、まあ、確かに気になる、そうそうそう、うん、ね、そしたら何だったんだな、結局何だったんだろう ね、 ね、うん、これで岡田新前さんより面白かったんじゃないでしょうか、うん、岡田新前さん俺ちょっと見てたの、うん、そしたらどうだった、ナッシュバラシだからって言うんで、うん、ナッシュバラシのカゴメのトマトジュースを、はい、ビニール袋に3本ぐらい入れて持ってきてて、うん、あれ多分あそこのほらトライアルで買ってきたんだろうなと思って、それなんかみんなで飲んでましたよ、もらい物とかじゃないもんね、うん、多分自分で買ってきたみたいな、気が利く人ですね、そう、うん、お酒じゃないからねなんて言って飲んでましたけどねまあそんなわけで、あのよかったら誰かあの有名な人来てくださいね、生徒さん笑ってますね、生徒さん笑ってますね、なんで笑ったんだろうね、どこで笑ったんだろう、どこで笑ったか分かんないですけどね、うん、恋人よ恋人よかな、うん、およよかな、およよかキャハハハハになってる今度あ、よかった、なんか楽しんでもらえて ね、 ね、意外とそういうリアクション取るんですね、うん、生徒さん。ね、よかった、うん。こういう絵文字入ってくるの久しぶりじゃない？確かに。ね、ね、高校生みたいな、いいですね。ニコ生だったらガンガン入ってくるところですよね。ダブルダブル。我々の番組ね、うん、なかなか、うん、ね、笑うの文字もなかなか入ってくることないもんね。ね、今日は面白かったんだろう ね、 ね。みんな本当に面白かったんだろう ね、 ね、よかった。よかったな。よかった。この調子で今年頑張りたい。頑張っていきましょう。ね、うん。うん。トライアルっていう、トライアルで笑ったんだ。あ、そこ。そこかよ。およよじゃなかったね。あ、まあまあまあいいでしょう。はい、まあそんなわけで来週はね、はい、うん、今年初のジュダムール。ジュダムール放送があります。あ、うん、あのね、結局チラシを作る時間がなくてね、うん、テーマがまだ決まってないからチラシが作れてないんだけど。なるほど。何しようかね、もう一回同じのでやろうか、何気になることあ、でもなんかさ、うん、あそこの人たちって結構こう真面目な方々だから、ね、今気になること、気になることに対してなんか社会情勢とかいろいろ出てくるんじゃないですか、ね、そうね、いろいろあるよね、うん、真面目な話なんじゃないでしょうか、そう、香川が今日ゴール決めたね、
あ、決めたね、そういえば、ね、うん、あれは武藤のいいパスだったね見た？見てないけどまあなんかニュースで見た。そう、うん、いいまあでもそれでも真正面でしたけどね、うん、あそこならもうちょっと角度あったろうって思いながらね。なんで今その話やったの？いや今ちょっと思い出して気になることでね。ねえ、まあホンダの話からも始まってるしね最初ね、うん、まあ確かにね。そうそう、ホンダすごいね、3試合連続ゴールですよ。まあこの前は PK だったけどね、うん、やっぱ違うんですね、うん、UAE です。次金曜日夕方6時10分から、はあ、見ます俺、うん、うん、23日金曜日みんな、6時10分からテレビ朝日系列、うん、独占生中継ということでね、うん、僕も応援しようと思いますんでね。ちょっと突然変わったから続いていかなかった今のそうなんかね、うん、そう今ちょっとそういうあのね違うの、はい、ここね、うん、この間も言ったけど今度、うん、ハードディスク DVD レコーダーがやってきたんですよ、はいはいはい、ここに、うん、なんかということは DVD レコーダー、そうそう、でそうすると今まではブルーレイは向こうに買ったの。あ、なるほど、ね、こっちに来たのはその古いやつ持ってきたんだけど、うん、あの HDMI ケーブルっていうやつがあるのね、はい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 、知ってます？あります、わかります、わかります。でそれをつなぐとデジタルで綺麗に映るんですよ。あ、そうだね、うん、で今までここでテレビ見てたのは、うん、あのアナログ、ビデオ端子みたいな、そう、あの赤白黄色ね、3本込んで、そうそう、それで見てたんですよ、うん、そしたら HDMI にした途端に、うん、恐ろしく綺麗、鮮明になった。そう、うん、プロジェクターで、うん、超綺麗に見えるんですテレビが、もうサッカーの試合とか、ね、超楽しいよ、うん、いいなと思ってね、うん、今日も一生懸命見ちゃったでもなんか俺の パソコンもさテレビにつないで、うん、そのパソコンの映像見るけど、うん、やっぱ違う、綺麗だね、綺麗ね、このまあパソコンがさ、うん、俺古いからさ画質が悪いんだけど、うん、テレビで見たらさ、うん、ほんと綺麗に映っちゃって、ね、うわすげえなと思った。あれはそうそう、うん、あれね皆さんね、そのテレビとかが持ってる性能は最大限に引き出しましょう、うん、ね、ね、赤白黄色で出せるからって、うんうん、それで出しちゃダメね。まあ ね、今、まあ、便利な世の中だよ HDMI 本当に、うん、あれで音声も出てるんだね。出る ね、うん、だけどプロジェクターだから、うん、音声出ねえから、まあね、そう、結局音声だけ赤白使ってるんだけどねまあまあスピーカーがねいっぱいあるわけじゃないからさ、まあね、それで十分なんですけどね、うん、はいはい、まあまあ何の話だって話ですけど、うん、ね、何だから最後に、うん、おうちのおうちのおうちの家ですよ。みんな頭の中に残してくださいCM 見てね、あの5人女の子が多分出てる、うん、ああそう、ああそう、どの子かは分かんないけど、うん、どの子か分かんないの、うん、なんかその知り合いがね、はいはい、そのしんちゃんっていうね、うん、撮りますの、うん、その若旦那はね、うん、記事でね娘が一丁前に腕組みしてますみたいなことを書いて写真が載ってたんだけど、はい、はい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 、全員腕組みしてるんですよもうどれだか分かんねえじゃん、分かんねえと思ってまあまあでもねすごいね、栃木のそのダンサー、うん、なんでそれに出たかっていうと、はい、そのおうちいのの、うん、ダンスコンテストがあって、うん、それで優勝したそうです。へそう、だから4日間限定で、うんうん、今その子たちの CM が流れてるそうなんで、うん、ぜひご覧になってください。なってください、はい、そして、うんうん、最後告知でございます、うん、いよいよ、はい、今年2015年になりましたので3月の14日に、うん、トリットッカの方でですね、はい、工藤慎太郎ホワイトデーランチコンサートが開催されます。工藤慎太郎さんね、工藤慎太郎さんがやってきますトリットッカにね、うん、うん、年末ね大盛況でしたからね。どこですか？ハーモニーホールね。ハーモニーホール僕らも ね行かせていただいて、僕らも行きましたけど ね僕なんかど真ん中の席でしたから ね僕なんか一番端っこの席でしたね僕の前に新一さんがいましてねいたいたいたで、なんだ、うん、ランチ付きのコンサートを鳥特化でやるので、はいはい、ぜひ皆さん遊びに来てください。3800円だったかな、うん、3800円でランチ付きの、うん、工藤慎太郎がめっちゃ目の前にいてえのっていう、唾、うん、が飛ぶぐらいね、そう、うん、もう唾何席っていうのはアリーナ、唾飛び席、唾前一番前ね、そうそうそう、ランチの中にも唾入ってきますからね
ランチ一緒に食べるのかな、わかんないけどね、しんちゃんの味がするみたいな、ね、そう、うん、ちょっと特別なメニューやるって言ってたんで、トイトカさんの方でも、なのでぜひ皆さん、予約よろしくお願いします。35人限定になってますかね。なるほど、うんうん、じゃあこれはもう早めに、はい、トリトッカ、0287743374だった気がする、覚えやすいね、3374だった気がする違ったかな、間違ってたらごめんなさい、まあ、後でね、ブログにも載せてるんで、ぜひチェックしてみてください、はい、ライブ情報ないの最近？ないね、今年まだ決まってない、これ。あの曲作りに、あ、おお、かっこいい、そういうの言ってみたい俺も、今ちょっと忙しい、ちょっとライブ活動はちょっと休止しながら、でもね、ちょっと曲作りしてるんで、いや俺2014年3曲しか作ってないから、うん、あちょっとやっぱね、ミュージシャン的に、うん、ちょっと追い込まれてる感じ、なんかね気持ち的にね、曲が増えてないから、じゃあ俺もうちのに負ける勝てる曲作ろうかな、だからちょっと練習、今ちょっと大体出来上がってきたんで、うん、練習してます、ね、今、はい、まあそんなわけでこれダラダラ行くので、うん、ね、この辺でお別れしたいと思います。来週はジュダムールから酔っ払い放送やりますので、はいはい、よかったらお付き合いください、はい、よろしくお願いしま す、そんなわけで明日は夜9時からいよいよ2015年初のポンコツ TV が放送になります、うん、チャンネルはこのままで、あ、まあすげえいっぱい時間このままになっちゃうけど ね、うん、ね、23時間ぐらい、ね、そうね、来週、あ、明日、明日ね、ぜひ見てください、うん、はい、よろしくお願いします。ということで、うん、今日はね、何あの、なんか何、あ、なんか教えたよ、今日はね、僕らの、うん、写真を貼って、うん、あれですよ、何する、なんか流す、流しますよ、うん、オープニングでもかけてた、はいはいはい、ひろみちゃん、中山ひろみちゃんのね、オープンカフェで君を待つ、いい ね、 ね、この夜中に、ね、この夜中にオープンカフェの歌を流してしまうっていう ね、 なんかね、まあそんなわけでちょっと記念写真を撮ります、うん、今年もみんなよろしくね、うわすげえ、カシャって言うんだねこんなでっけえ、そうそう、そんなわけで、はいはい、うん、中山ひろみちゃんの、うん、オープンカフェで君を待つ、これでねお別れしたいと思います。僕ら、僕らの写真です、ね、すいません、はい、うん、あれ曲来てるかな、ね、はい、それでは皆さんまた来週、バイバイ、 ありがとうございます。なんでもない日常のこの一人の部屋で不意に君の顔が浮かんだのさ、僕の心が少し切ない音を立てた、上着を羽織って出かけよう、街を歩けば溢れる、うん、パステルカラー、 oh, 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 また君
はもう3杯目苦笑いのウェイターはちょっと2枚目ぐるぐる渦巻くカフェインに参っちゃうだろう紫くすぐる春の匂い